暑い暑い、もうこう暑いとさ、もうやってらんないよね。はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。でもね、こんだけ暑いとね、もう参っちゃいますよね。本当にもうね、こんだけ暑いとね、皆さんお困りの、緑色の水になったりとか藻が発生したりとかってね、本当にね、もう夏ってなんか水生植物のシーズンだけど、桃シーズンに入っちゃってね、結構大変なことがありますよね。土着園芸でも一つね、困りものの水槽があるんですよ。それをね、今日ね、なんとかしたいなと思っておりまして、とりあえずその水槽見てみましょう。こちらです。その水槽がこちらなんですよ。バックヤードにあるもんだからね、誰も見向きもしないっていう状況でね、もうこの透明度最悪ですよね。もう全く見えない、得体の知れないね、水槽になっちゃってて、ね、これがね、結構大きいんですよ。1m50 に横幅 60cm、 高さもね、確か 60cm あったと思うんですけどね、この巨大な水槽なんですけど、もう本当に、まあ、年中水が汚くてですね、緑色の水、いわゆるグリーンウォーターなんで、メダカにとってはいいのかもしれないですけどね、なんとかもうちょっと透明度上がらないかなとかって思っておりまして、メダカ喜ぶ水草、あの長場モダカ、あれがね、結構お客様のところで、あれを入れたら水きれいになったよってよく言っていただくんですよ。だからこのね、大きい水槽も、ちょっと入れたんじゃね、きれいにならないかもしれないですけど、もしかして大量に敷き詰めたら水透明にならないかなとかって思っておりまして、賞賛ははっきり言ってないです。賞賛ないんですけど、なんとかきれいになったらなと思って、今日はそれやってみたいと思います。はい、農場の方に行くので飛んでみたいと思います。行くぞ。わお、お尻濡れちゃったよ、冷たいよ。わお、実はね、こっからね、音声入ってないんですよ。なんかね、一生懸命鈴木喋ってますね。一体何喋ってるんですよね。なんかちょっと忘れちゃってね、覚えてないんですけど、これからね、多分ね、この中盤もだからね、どれくらい必要かっていうのをね、多分測ってるんですよ、これ、これくらいのスペースいるから、こんだけ必要だなとかって言って、多分この後ね、大きいもんだけね、寄ってるんですね、これ一生懸命。頑張ってるな。まだ頑張ってますね。最大ね、これ確か5トレー分ぐらい必要だって言っててね、今一生懸命寄ってるんだと思いますね。頑張ってるんですけどね、音声取れてないんですよ。どうせね、早送りするところだったからね、音声なんて必要ないですよね。ようやく終わったみたいですね。なんか一生懸命喋ってますね。長盆もだかを水槽の中に沈めていきます。ここもね、鈴木一生懸命喋ってますけど、音取れてなかったんですよ。ね、ご想像にお任せします。はい、ということで、一通り終わりました。一応5トレー持ってきたんですけど、4トレーしか入らなかったですね。ちょっとこの辺のね、アンペライとかスイレンとかが入ってるんで、その分ちょっとね、計算違いでスペースなかったですね。でも結構な量が入ったんで、4トレイってことは40×5×20だから60ポット分ね、長場もだ入ってますから、株数にしたらさらに最低でも3倍のサブ60、180株ぐらいね、長場もだか入ってるわけですから、メダカ喜ぶ水草、長場もだか浄化力あるということで、これ水がある程度透明になってきてくれたらいいなと思ってるんですけど、最初に言ったように、賞賛はないですから、全く何の賞賛もないままにやっておりますので、続編なかったら、
綺麗にならなかったんだなって思ってください、はい、ということで、今日は半ばもだかで水質浄化実験です。それでは皆さん、さよなら。